セヨ先生術第1弾そして入門ということで、やっと皆さんに西洋占星術の研究を発表できる場が VTR になってしまいましたが、皆さん見ていただければと思います。まずはじめに西洋占星術を皆さんが学びたいと思う、動機は何でしょうか。はい、西洋占星術を知らなければ多分わからないと思いますね。西洋占星術っていうのは何なのかというところをまずご説明しますね。歴史の部分とかは西洋占星術の資料をお買い求めください。まず実践の方ですね。実践の方で使えることから説明しますね。まずはい、これが地上だとすると、ここに人が立ってますよね。はい、人立ってます。はい、地上ですね。草とか生えちゃいますね。はい、そしたらここがね、よく理科の時間に言われている、だいたいこういう風に星座が動きますよみたいな、ドームみたいな、はい、こうですよね。地球です。はい、この人が生まれた時に太陽や月がどの地点にあったのかを表すホロスコープを作成し、その人なりの運命を導き出すという学問になっております。わかりましたか？もう一度言いますよ。はい、はい、ここですね。はい、地上、はい、人ね、草、はい、地球、ね、太陽がどこにあったか、ね、それを平面で表してるわけですね。それがホロスコープで、このホロスコープを作成して、まずその人が生まれた生年月日、生まれた時間、出生地、出生地は生まれた都道府県でいいと思います。その生まれた、病院の所在地でもいいと思います。はい、東京だったら東京、千葉だったら千葉、ヤフーとかで検索して無料のホロスコープを作成と検索欄に入力することによって無料のホロスコープを作成できますので、ぜひご利用ください。もし無料じゃ物足りない、なんだかよくわからないという場合は、ちょっと難しいんですけれども、スターゲイザーという、こんなすごく細かいところまで今日の運勢みたいなのをホロスコープで出すことができるスターゲイザーという本なんですね。本についているスターゲイザーのロム、これをご利用ください。まずはね、このホロスコープ、西洋占星術はホロスコープを作成しないことには何も始まらないということですね。はい、何がわかるのかですね。まず西洋占星術で、そうですね、入門の時点で勉強して何がわかるのか、その人の生まれ持った目的、次に仕事運、恋愛運、結婚運ですね。まずはここまでは読めるようになると思います。入門編でここまで読めます。しかもこれは宇宙が根源となっておりますので、占いにとってはそのコアな部分ですね。はい、ここが
分かっているとすごく占い師にとっては頭の中でも、あ、この人だいたいここにこれが入っててこれがこうだなという、自分自身のためにもなりますし、プラスタロットを利用して占う時にもすごく役立つと思います。さらにはこのホロスコープを利用して、はい、別な占いを作り上げることができるということがすごく魅力だと思います。あとそうですね、西洋占星術さえあればもうなんかタロットとかはあんまりいらなくなってくるかもしれないです。はい、タロットはタロットでね、すごくいい占いだと思うんですけれども、タロットがちょっと合わないなという方はこっちの方が合ってるかもしれないので、ぜひトライしてみてください。はい、では入門編のところで、まずホロスコープとはっていうのが大体ね分かりましたけれども、じゃあホロスコープのちょっとご説明をしていきますね。はい、これが簡単にちょっと作らせていただいたホロスコープなんですけど、これ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 はい、円を12等分してありますね。ここをこのピザみたいなところ、ピザみたいなところはハウスと言います。はい、ハウスですね。でここの周り、はい、この周りは星座と言います、はい、星座です、ね、こうか、星座です。はい、ハウスですね。でこの上に乗っかる、このハウスの上になんかこう乗っかるもの、上に乗っかるものですね、これはスターですね、星、惑星とかいろいろ呼び名があると思うんですが、入門編なのですっごく簡単に間違わないように星とします。星、上に乗っけてみました。はい、次にここですね、この1ハウスは、はい、これ12等分してまた1に戻る、12から1に戻るということなんで、この12と1の間というのは特別な線になっています。はい、ここがアセンダントと言いますね。アセンダント ASC と示されているはずです。ここですね、1と12の間ですよ。はい、ここアセンダント覚えてくださいね、場所。次に重要なのが、9と10のハウスの間の線、ここもとっても大事なので覚えてください。 MC です。しばしば頂点とかね、円の上、頂点ですねと言われています。はい、場所の意味いいでしょうか。はい、おさらいしていきますよ。はい、はい、ハウスはどこでしょう。ここですね、1から12までのピザカット、はい、これがハウスです。覚えましたか。次、周り、ここの周りが何でしたか。はい、星座です。星座ですね。はい、じゃあ1と12の間の線、ここは何でしたか。アセンダントです。はい、ここですね、ここですよ、1と12の間、この線覚えましたか。アセンダント ASC です。はい、次、9と10ハウスの間、はい、何だったでしょうか。
はい、MC ですよ。ハマーじゃないですよ。はい、ここです、ね、覚えましたでしょうか。これがちょっと覚えてないと私がポン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 言っていくので、はい、わかんなくなっちゃいます。いいでしょうか。はい、じゃあ場所の意味 OK でしょうか。では次にこの各ハウスの一個ずつの説明をしていきます。資料のある方は、各ハウスの説明表、ここですね、見えますか。ここです。はい、ここ開いてください。まず一つずつ説明しますね。ここ第一ハウス、ここです。第一ハウスは社会の中の自分です。社会の中の自分というのは自己表現、自己主張の強さ、第一印象を表すと書いてありますが、まずはこの第一ハウスに太陽が入っていたり星が入っていたりする方は自己主張が強い方です。俺が俺の話を聞けという人になります。はい、そしてあのメガネでヒゲねとかそういう印象を与えられる方ですね。はい、なので悪いことではないと思うんですけど、印象付けられるっていうことは職業的に言うと俳優さんとかタレントさんがいいと思いますね。あと第一ハウスに星が入っている方はまず自分が主になることをこの人生ではウェイトが大きいということになりますね。はい、自分のことをちゃんとやりなさいと言われてるんですね。はい、一個ずつやっていきますが、これ入門なんですけれども、西洋占星術は本当に一個ずつやっていってもどんどん深くなっていきますので、のめり込みますよ。いいですか。はい、第二ハウスいきます。第二ハウスは所有と財産と書いてあるんですけれども、これはですねお金のハウスなんです。仕事運を見るときはまずここです。お金を稼ぐ、稼ぎたいと思う、そして自分が稼げるところ、まずここに星が入ってるかどうか自分のホロスコープを作成して見てみてください。この第二ハウスに星が入っている方はまず自分でお金を稼いでやるぞと思っている方です。はい、今残念だなと思った方も、やったと思った方も気を落とさないで聞いていただいて、この第二ハウスというのはまずお金を稼げるかどうかっていう単純な話ではなく、自分で稼げるかというところですね。自分で稼ぎたいと思う人か、はいです。あとね、詳細があるかどうかがかかってきますよ。星が入ってれば詳細ありです。やった。はい、であと人生的な豊かさがあるかどうかですね。あと才能、やっぱりこれは詳細ですね。なので仕事運を見るときはこのハウス覚えておいてください。次3ハウスいきます。3ハウスはコミュニケーション、学習能力や旅行と書いてあります。心の豊かさや学習能力を見ます。はい、自分のお子さんとか、上司部下、いろんな人をちょっと想像してみてください。一回言ったことを覚えてない方、ここにね星が入ってないんですね。だからしょうがないね、諦めて許してあげてください。第3ハウスにね星が入ってないから学習能力ないんだなと思っていただければ OK です。はい、そこで人の見る目が変わってちょっとね円滑になったりしますので、とてもいい学問だと思ってください。学習能力を見るということなんで、やっぱり、算数、国語、理科、社会というような学歴のところですよね。勉強ができるかどうかです。ここに太陽なんかが入っている方は将来先生、学校の先生とかになりやすいので、そういうリーディングの仕方もあります。はい、あとは旅行好きっていう、旅行に行くとか旅行好きであるというのも関係ありますので、
そういう時にリーディングで使っていただけるといいと思います。では4ハウスいきます。4ハウスは家庭ですね。家庭と家とか不動産、はい、環境や家族の重要度を見ます。はい、4ハウスにね星が入っている方はお家が、大事なんですが、家族も入ってますし、自分の家族も入っていますし、自分が作る家族というのも入っています。さらには地域とかも入ってきますので、なかなかね地域を動かない方が多いと思います。はい、あと不動産をゲットするかどうか、全部かかってますよね。自分のお家が欲しいかどうかですよね。ここに星が入ってない方はそういう衝動にはいかないということですね。はい、であとここに太陽とか星が多い方は自宅開業で何かをされる方が多いというリーディングの仕方もありますので、それを、覚えておいてください。では次5ハウスいきますね。ここ恋愛と娯楽なんですけれども、恋愛と娯楽って書いてあって、7ハウスは結婚のハウスなんですが、5と7は恋愛と結婚は違うよと言ってるんですね。はい、これねすごく勉強になるので、恋愛に溺れやすい方とか結婚してなんだかなと思ってる方はちょっとこれ勉強していただいて、自分の運命というものを受け入れてください。それが一番早いと思います。はい、5ハウスいきます。恋愛と娯楽なんですが、人生的に見て楽しみや喜びを得ることに関わることが書いてありますが、まず恋愛と娯楽が一緒な脳みそってことですよね。はい、5ハウスに太陽や星が入っている方は、人生的に遊ぶことが主なんです。遊びたいという願望、恋愛したいという願望が、渦めいていて、フリーの方はね恋愛したいっていう思いが初めにすごく強くなって、結婚した後それができないので娯楽に走るわけですね。ずっと恋愛したいっていう人にもなる可能性が高いんですが、それだとね皆さん離婚率超高くなりますので、どっちかにしろっていうことです。脳みその使い方をどっちかにした方がいいですね。はい、浮気しそうになったらゲームすればいいんです。わかりやすい。はい、次6ハウス。6ハウスは労働と職業、健康というふうになっています。ルーティンワークですね。ルーティンワークというところなんですけれども、ルーティンワークは生活のために働かないといけないハウスなんです。なので、生活のためにずっと働き続けるというようなハウスになりますので、ここに星がある方はずっと働き続けるという意識で生まれてきますので、何かずっとやってないといけないとか、何かやってないと落ち着かないという衝動にもなりますし、あと、生活のために働かないといけない状況にもなるということです。あとここに星が多い方とか太陽がある方で知能、サンハウスなんですけど、知能が高い方、こことこですね、知能が高い方は健康面なので医者になるというリーディングの仕方もあります。はい、ここに星が入ってる方はずっと働きますが、ここに星が入ってない方は、そういう生活のために働かないといけないという頭がない方ですね。2と6は仕事運の時、ね、金運の時に見ます。2と6です。金運ですよ、仕事運ですよ。はい、次7ハウスいきます。対人関係、結婚、パートナーと結婚です。皆さんご存知でしたでしょうか。ホロスコープを作成して、ホロスコープを見ることによって、その方が結婚した方が人生的に幸せなのかどうかが分かっちゃうということです。ここを隠すと1から6ですよね。はい、ここが、地平線として地上と地下に分かれているという想像をしていただくと、はい、ここから7ハウスになってますので、分かります？はい、7ハウスに、結婚がありますよね。結婚しなくても楽しい人生の方はここに星が固まってるはずです。どうですか、ご自身のはどうでしょう。じゃあ全然ここ入ってないよと、上にいっぱいあるよ
という方、この方は必ず結婚かパートナーを見つけないと天職にたどり着けないという、はい、残念なお知らせがあります。そこ覚えておいてください。7ハウスになりますが、ここ7ハウスはですね、自分以外の人が出ますので、はい、自分以外の人です。覚えておいてください。自分以外の方で結婚運があるかないか、ある方は星が入ってます。星が入ってれば基本結婚運がある方で、離婚しても離婚しても結婚してくださいと告白される方が多いです。はい、では8ハウスいきますね。8ハウスは譲り受ける財産や能力、遺伝子と書いてありますね。はい、譲り受ける財産ということで家業を継ぐとかもありますし、喜んでばっかりはいられません。借金のことも考えないといけません。まあ、マイケル・ジャクソンなんかをちょっと想像していただくとね、まあ、負債があって売ればなんとかなるよっていうような、財産をもらった子供たちはどうしたらいいんでしょうね。はい、あとは遺伝子なので親から譲り受けている何か能力とかそういったことも表したりとか、あとはもらえるお金ということも関わってきます。2とこう対立してますよね。対抗する8、こう自分で稼ぐ、相手が稼ぐです。だから自分のホロスコープを見て2に入ってない、8に入ってるよっていう方、星が8に入ってるよっていう方はあなたが稼いでくればいいじゃないっていう方なんですね。はい、どうでしょうか。じゃあ9ハウスいきますね。9ハウスは、大学以上のって書いてあるんですが、まあちょっと分かりづらいので算数、国語、理科、社会以外の専門分野だと思ってください。はい、占いも専門分野ですね。はい、特殊な感じです。であとは留学とか想像上の意識、視野が広がる感じで遠い、なんかこう遠いことを思い浮かべるような思想とかですね、はい、精神性の高さなどですね、はい、そういうのを表しています。この9ハウスはですね、3ハウスの先生とは違う先生の上の先生、先生をコーチする先生というところになります。はい、伝統宗教や法律、哲学、先生と呼ばれる職業全般、カルチャークラブなんかの先生とかもね入りますね。はい、趣味が実益になる方は結構ここに多いですね。あとは留学される方とか、なんかあの海外ドラマとか好きな方はここに星があるはずですね。はい、じゃあ10ハウスいきます。10ハウスは社会的地位、達成、転職、ライフワークと書いてあります。星が多いと自分で経営する傾向があります。人生の目的と限界を表しますと。ここは達成すると覚えてください。達成するハウス、この人生の中でやったぞ、できたぞって思うことがあるかないかというふうに覚えていただきます。星がある方は1個でも、星がある方は1個でも成し遂げることができる、2個ある方は2個成し遂げることができる。自営業、ここに1個でも何か星があると自営業をする可能性も高いですね。あとはここは転職を表す場所ですね。職業なので2と6と10ハウスは職業運やお金の入り方を見るところ。でこの2と6と10に1個ずつちゃんと星が入っていて、それを人生上全部やったらお金持ちになれると言われております。残念ながらね、2ハウスしか入ってない方はここにすごくね、あの重くなりますのでね、大変になりますよ。覚えておいてください。11ハウスいきます。11ハウスは趣味、交友関係、グループ、集団と覚えてください。はい、集団の意識があるかどうか、みんなでやろうよ、トゥギャザーしようよという思いがあるかどうか、さあどうでしょう、入ってますか。入ってると将来的にも初め的にも、人生の始まり的にも結構集団の中に属していることが多いと思います。例えば病院の中で過ごしたとか、保育園だったとか、保育園にずっと預けっぱなしにされたとか、老人ホームに入るとか、そういった集団ですね。あと、野球チームとかバレーボールチーム、そういう感じです。お友達の関係もありますが、これは2名以上のことなので、
2人はこっちのパートなんですね。2名以上は3名からは11ハウスに入ります。はい、覚えておいてください。あと12ハウス最後ですね。ラストです。12ハウスは何なのか。はい、秘密、プライベート、病院への入院、施設の入所。はい、なので12はプライベートだと思ってください。プライベートっていうのは何もオフの日に家にいる時っていうだけのことではなく、リラックスしている時はもうオフなんですね。はい、自分がリラックスしているかどうかっていうところも表しますし、あとは12ハウスっていうのはプライベート、秘密ということもありますので、秘密を持ちやすいということもありますね。ここに、星が入っている方は秘密を持ちやすいですし、プライベートが人生上重要だということになります。じゃあ逆にここに入ってない方は、自分のプライベートを切り売りする方、あ、いいよいいよいいよ、ああ行く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 と言って、自分の気がつくと自分の時間がない。そうすると反対側の6、ルーティンワークの仕事に負担がかかってしまって健康を害するし、ね、朝寝坊してお給料が少なくなったりしますので、お気をつけください。はい、ここまでで、ね、とりあえずハウスをやらせていただいたんですが、まずハウスの意味を全部覚えていただかないと今後も詰まってきますので、何回か見て覚えてください。で、ハウスの意味とかが細かく分かりたい方は、こちらの資料をお取り寄せいただければと思います。あとはこの MC とかアセンダント、ハウス、星座、星、覚えてくださいね。では今日はこちらで終わりにさせていただきます。